浜松市南串良波町まごめ川は、静岡県浜松市を流れるまごめ川水系本流の二級河川、円州灘を河口としている。川の起点が天竜川の水を引いている浜名用水と接続されているため、現在の水源は浜名用水によるものとなっている。もともとは天竜川の本流であり、円州平野の西側と東側に分かれて、円州灘に流れていた。 その名残として現在、静岡県立浜名高等学校の西側に、天宝亭が、史跡として残されている。その当時は、新玉川と呼ばれていた。なお、天宝亭は、天平法治5年に洪水により決壊し、修復されたと記録されている。川の堆積作用と地形の関係で、東側が主流となった。その頃の西側の稼働は、昇天竜川と呼ばれていた。しかし、 西側の稼働は洪水の原因になっていて、遠州平野に被害をもたらしていたので1675年に天竜川本流から締め切られたと推測されている。記録に残っている、彦助スは西側の稼働を完全に締め切ることが目的であった。天竜川から独立した後、マゴ川の水量は減少した。そのため、川口部に砂が堆積して海への排水が悪化した。 結果、大雨が降った時に雨水を処理できなくなり、洪水被害の原因になった。特に、JR 浜松駅の南側に被害が集中して、発生している。その対策として天竜川から用水路を引き、水量を調節して、川口部に砂が堆積しないようにしている。そして現在の姿に至っている。ありがとうございます。